準備完了。すみません。何かよ。私は高くつくわよ。じゃとやにかっ、いざ降臨。銃が2準備完了。いつでも出撃可能よ。
来たわね。金庫の位置はもう把握したわ。それでこの前頼んでたやつはどうなったの？メモリディスクの修復のこと？うん、バッチリ。それに2個の勘も当たってた。中には金庫の暗証番号が入ってたよ。さあみんな、プロ騎士のおかげで準備は整った。そろそろ次の計画に移るわよ。アンビ、計画を説明してちょうだい。了解。諸君、こちらにある新エリートの地図を見てくれたまえ。我々の行動計画はクリティホローに入り、上級エーテリアスデュラハンを倒して金庫を手に入れることである。それでおしまい？そうよ、それが何か？じゃあ新エリートの地図を用意した意味は？ニコは協力者に舐められないようプロらしく振る舞おうと言ってた。さもないと後々値切りが面倒に。また余計なこと言って。ビリー、なんでちゃんと見張ってないのよ。俺のせいじゃねえって。アンビーが準備したプロのミーティングがこんなんだとは思わなかったんだよ。あ、だから集合前に探偵映画のミーティングシーンを見てたのか。あの、全部聞こえてるんですけど。こほん。とにかくアンビーが説明したように計画は至ってシンプルよ。金庫を探して取り戻す。外からじゃホロー内の状況をリアルタイムで確認することはできないから、中での支援とガイドは任せたわ。
準備完了。何かよ。銃が2丁ならこちらアンビー、配置についた。ジャトヤにかかれば万事解決。いいぞ、準備できてるぜ。銃が2丁ならいつでも出撃。いいぞ降臨。準備完了。銃が2丁なら弾も2番。いつでも出撃可能よ。いざ降臨。準備完了。銃が2丁ならいつでも出撃可能。ジャトヤにかかれば万事解決。稼ぎ時だわ。何かよ。私は高くつくわよ。準備か。いいぞ。こう。じゃといつでも。銃が2丁なら。準備。何かよ。私は高くつくわよ。賢い選択ね。じゃとやにかかれば万事か。いいぞ。準備できてるぜ。いつでも出撃可能よ。何かよ、稼ぎ時だわ。よし、ホローに入れたわね。早速私の金庫を探すわよ。そういや、ニコの親分、一体どっから金庫の位置情報を入手したんだ？それは企業秘密よ。そう簡単に話すわけにはいかないわ。でもまあ、今ここに部外者はいないわけだし、ちょっとだけなら教えてあげてもいいわよ。それはぜひ聞かせてほしいな。うわ、お兄ちゃんが乗ってあげてる。こういう時のニコって意外と繊細だもんね。何言ってんのよ。こほん、言ってしまえば単純よ。調査協会にツテがあるの。実は彼ら、ここ最近のホロー定期観測任務とエーテル資源採掘任務の記録係を任されてたのよね。そこで私は奴らに決して断れない申し出をして、ホロー内で起こった直近2回の異変に関するデータを照合してもらったの。相違のあるポイントを羅列すればおおよその位置が特定できるでしょ。さすがリコの親分。そこで私は奴らに決して断れない申し出をして、ホロー内で起こった直近2回の異変に関するデータを照合してもらったの。相違のあるポイントを羅列すればおおよその位置が特定できるでしょ。さすがリコの親分。なんで2回行ったんだ？プロクシー、突っ立ってないで、そろそろ出発するわよ。大まかな位置は把握してるけど、どうやってたどり着くかはあんた頼みなんだからね。あの上級エーテリウスの信号は近いよ。もっと正確に位置を特定できるよ。まずはあそこに行こう。通り道、敵がいっぱいいるみたい。みんな気をつけてね。
金庫の信号が近づいてきてる。凍って、センサーの解像度も若干下がっちまってるぜ。つまり私たち目的地に着いたのね。そうよね、ドロキシ。ごめん、聞こえなかった。なんて言ったんだい。こっちは大金を払って雇ってるんだから、ガイド中にぼーっとしないでよね、プロ騎士のパエトーンさん。これ以上サボったらインターネットで低評価をつけるわよ。インターネットで低評価をつけるわよ。リン、聞こえるかい。HDD の接続が不安定になってる。どれどれ、あれ本当に HDD のログがエラーを吐いてる。ちょっと待ってて、リアルタイムで調整してみるね。店長、このまま進むのか。みんな、フォローの活性が HDD の信号に支障をきたしてるみたい。くれぐれも慎重にね。ターゲットの位置が変わったみたい。まあ、ずっと一箇所にいるわけないしね。変だな、これシステムエラー？ひょっとしてモニターの異常かな。ちょっと待って、 HDD デバイスを調整してみる。予備のモニターをつなげたよ。モニターのサイズは一旦これで我慢して。ニコ、みんな大丈夫？
私、ニコ、アンディ、なんでみんなの存在が消えちゃったの。戻ってきたの。僕の意思じゃない、弾き出された。 ACDD がホロー内部とつながらない。緊急調整だね。うん。あー、ダメ、一通りやったけどやっぱつながらないや。おかしい、本来なら ACDD の技術はホローの活性に左右されないのに。一番の気がかりはニコたちだ。ACDD 以外にホロー内部との通信手段は。プロキシもキャロットもないし、いくらエーテル適応体質でも長くいたら侵食が。残る手段はただ一つ、再起動。ほらよく言うじゃん、電源を落とせばどんな不具合だって。強制終了したはずなのに、どうして画面がついているんだ、リン。もしかすると原因は外から。永遠に気づかないと思っていたの。ハエト、なんだ、伝説のプロ棋士といっても所詮その程度か。ハエト、見ての通り、このシステムはすでに私が掌握した。お前は誰だ。貴様らに質問する資格はない。いいか、よーく聞け。私の要求は至って簡単。金庫の暗証番号をこっちによこすんだ。やすやすと HDD を奪われてたまるか。なんとかしてシステムの操作権限を取り戻さないと。おい、こっそりやれば見つからないとでも思ったか。悪あがきはよせ、こちらの堪忍袋の方が切れる前に金庫の暗証番号をよこすんだ。そんなこと言われても、知らないものは知らないんだってば。やれやれ、0点の回答だな。往生際が悪いとはこのことだ。ならば事の重大さを再認識させてやろう。今私の支配下にあるこの設備は貴様らにとって非常に大事なものらしいな。待て、こいつまさか。嘘をついた罰だ。これで分かったが、私がその気になれば貴様らが誇るものなど一瞬にして無意味な1と0に分解される。今回処分するのは一部だけにしておこう。覚えておくことだ。その運命は今や私の手の内にあるのだと。貴様らの顧客は敵に回してはいけない存在を敵に回し、手を出してはいけないもの、あの金庫に手を出した。貴様らがシルバーヘッドのメモリディスクからすでに金庫の暗証番号を入手したことも知っている。よく考えてから答えた方がいい。
こいつ。ああ、それと貴様らの気の毒な顧客は未だにホローの中をさまよっているようだな。偶然にも先ほどいいものが取れたんだ。これを見ればどうすべきかわかるだろう。パエトン転送したぞ。映像の保存と読み取り機能は残してやった。他の媒体で再生しろ。今すぐにだ。他の媒体？けど今他に映像を再生できる設備なんて。あ、テレビ。うん、映像をビデオテープにダビングしてくるね。邪魔しないで。後ろにも敵だ。側面からも。ねえ、本当にこの道で大丈夫なの？店長、どうしたんだ？ずっと黙って歩くばっかで。戦闘を回避するつもりもなさそうだけどよ。プロキシ？怒ってる。ニコが着手金を支払うときに値切ったりしたから。あ、そうなのか？そんなわけないでしょ。おかしい。ホローに入ったときから全然ガイドしてるようには見えない。まさか外でトラブルでもあった？ねえ、何かあったの？あ、ちょっとそっち行かないで。もう奴らを食い止めて。プロキシを守るのよ。プロキシ、プロキシ。ちょっと一体何が起きてるの？ああ、もう今日は本当についてないわね。ボスの出番ね。来たぜ。スタンバイ。ボスの出番ね。よっ。了解。光栄に思いなさい。ソレノイドエンジン。
エーテリアスの群れはまだそこにいる。家賃を取り立てに来る大家さんみてえだな。時間だ。これで4回フォロー内安全活動推奨時間が過ぎたぞ。プロキシ、早く正気に戻らないと永遠に借金を回収できなくなるわよ。隠れて。なんだ、また化け物が来たのか。エーテリアスじゃない、フォロー調査チームよ。この前にいる。なんだよ、調査員か。待て、調査員。助かったぜニコの親分。調査協会の連中ならキャロットを持ってるはずだ。助けを求めれば奴らと一緒にフォローから出られるぞ。何バカなこと言ってんの。あれって治安局の仲間でしょ。私たちはフォローレイダーなのよ。あいつらについてここから出られても最後は逮捕されちゃうわ。俺たちだけじゃそうかもしれねえが、こいつも一緒なら。覚えてるか、治安局の政策でプロ騎士を突き出せば手柄として減刑してもらえるって。今の状況を考えるとビリーの提案は実現できる可能性が高い。プロキシ先生の身柄と私たちの安全を引き換えにするか、引き続きここをさまよいながらポンプが治るのを待つか。ニコの親分、無理強いはしないぜ。どんな選択だろうと俺たちはあんたに従う。ニコの親分。うるさいわね。ここは長くとどまっていい場所じゃない。行きましょう。感動したと言わざるを得ないね。プロキシとホローレイダー、調査協会の目の前でフォローの利益を盗む狼と狐。利益をめぐり互いを傷つけ合う協力関係をたくさん見てきたが、あの者たちはパエトーンの存在を隠すために生き延びるチャンスを捨てたようだ。ご立派なことだ。残念ながら構われた方はその恩に報いるつもりはないようだが、もういい。お前の要求は分かった。暗証番号を教える。え、お兄ちゃん何を。だけど暗証番号が欲しいならまずシステムの権限を返してもらわないと。懲りずに条件を出してくるとはまだ学習していないようだな。慌てなくても大丈夫だよ。復元するのにインターノットの演算パワーを借りたから、そこに暗証番号のバックアップが残ってると思う。システムの操作権限をこっちに返してくれればすぐにでも暗証番号を。そんなことをするはずがないだろう。プロ騎士といい、ホローレイダーといい、狡猾な連中ばかりだ。隙あらば操作権限を取り戻そうと企む。パエトーンと来ればなおさらな。今
インターネットにバックアップが残ってると言ったな。インターネットのアカウントを私に渡せ。自分でバックアップを取得してくれ。なぜ黙る？ああ、そうか。インターネットはプロ棋士事業の土台だったな。アカウントを奪われることはパエトーンとして存在した全ての痕跡を抹消されるも当然だが、フォローにいる者たちを救いたければ早く決断した方がいい。長くフォローの中に留まれば化け物になってしまうからな。じゃあインターネットのアカウントをあんたに渡した後は？あんたにシステムを壊された。誰が彼女たちを助けるっていうの？私が救い出すと約束する。これで満足か？もっとも今は私を信じるより他ないと思うが。分かった、インターネットのアカウントを渡すよ。その代わり、約束を破ったら絶対に許さないから。ソース認証ページまで転送するとは。いいぞ、完全に諦めたようだな。一つ聞かせてくれ。貴様らのその協力的な態度には私も気分が良くなった。行ってみろ。あの金庫には一体何が入ってるんだ？貴様らのようなものには触れる資格さえ永遠に得られないようなものだ。だがまあ少しくらいヒントをくれてやろう。知っての通り、フォローは常に変化し続けている。そこから脱出するためのキャロットは膨大なフォローデータをもとに算出されている。しかしフォロー観測設備による誤差の積層はデータの有効性を失わせる。それを防ぐためには数日ごとにフォローのマスターデータを用いた修正が必要だ。都市の統治者がただ一つ有するロゼッタデータでな。金庫の中に入っているのはもう一つのロゼッタデータと言っても差し支えないだろう。とにかくそれがあれば本当の意味でフォローを自由に出入りできる。もう一つのロゼッタデータか。上の連中がデリケートに扱うわけだ。ともすると新エリートを根底から揺るがすかもしれない。だがもう貴様らとは関係ないものだ。さてサービスの時間は終わりだ。答えろ。電子暗証番号はどこにある？プロ棋士の身分証明はアクティベーションした？ああ。そういえば最後にもう一つ聞きたいことがあるの。おいおいおい、何か勘違いをしているようだな。私は貴様らの友達になったわけではない。調子に乗るなよ。私たちが聞きたいのは、あんたのハッキング技術がそんなに優れてるのなら、なんで直接私たちのシステムからデータを盗まないのってこと。暗証番号のバックアップがインターネットにあるって聞いた時、どうしてインターネットをハッキングして奪おうとしなかったの？何が言いたい？
警告しておくが、人を助けてやるという約束を破らせるな。思い返してみれば、あんたは私たちのシステムを制御する以外、ハッカーらしい手段を取らなかった。それどころか、むしろ誘拐犯みたいにニコたちの安全を脅し文句に使ってる。言っておくと、お前はすでに一つ致命的なミスを犯した。黙れ、アドレスを教えろ。そう興奮しないでよ、謎のハッカーさん。今手伝ってるんだから。耳を澄ましてみて、サイレンの音が聞こえるでしょ。何をした。新エリートの善良な市民としての義務を果たしたまでだよ。もうすぐ市政選挙だから、当局がプロキシやホローレイダーみたいな危険人物を通報するように呼びかけてるの。わざわざホットラインまで設立してね。答えろ、一体何をした。正確にはその専用ホットラインで治安局に確かな情報を提供したの。インターネットのとあるアカウントについてね。そうか、そうだったのか。最初からそのつもりで私を欺くためにパエトーンの身分まで捨てたのか。ううん、外れ。パエトーンの身分じゃなくてアカウントを捨てただけ。今に見てろ、後悔させてやる。やったね、大成功。これで HDD の権限を取り返した。お兄ちゃん、お疲れ様。うん、君もね。さっきの迫真の演技だったね。びっくりした。暗証番号を教えるなんて、反応できたからいいけど。大丈夫だって、僕たちはパエトーンだろ。よし、再接続、ニコたちの救出を急ごう。よかった、システムの操作権限を取り戻せた。でもイアスに再接続する方法を考えなきゃ。手動でやるっきゃないね。ニコたちが待ってる。これでローカルデータの信号をキャッチできるね。外部接続が解放されたよ。うん、
HDD システムの再接続成功。よかった、ニコたちの信号が戻ったよ。早く行こう。ぐー、ホローに侵食されて化け物になった。はいはい。おいアンビ、手噛むのはやめろ。つうか歯は大丈夫なのかよ。ごめんなさい、ニコを笑わせようと思って。私はこういうことには向いてないと再確認した。でも確かに随分長くホローの中にいるよな俺たち。エーテル敵を退出だって言っても化け物になるスピードが遅いだけだ。はあ、私らしくないことをしたわ。金銭至上主義の邪とや、自分のこと以外はどうでもいいのが私の心情だっていうのに。ニコは自分が思うほど銭ゲバじゃないってことさ。別に慰めてくれなくていいわよ。ストリートで育った人間の本質は私が一番よく知って。ニコ、もう少し嬉しそうにしてくれてもいいんじゃないかな。ブロクシー、本当にあんたたちなの？お待たせ。実はさっきからいたんだけどね。アンビーとビリーが騒いでたのに、ニコは感傷に浸ってて気づかなかったみたいだね。ってことは全部聞かれて。素顔のニコを見れて嬉しいよ。あんなの素顔じゃないっての。無駄話はいいから、金庫奪還作戦続行するわよ。金庫の信号はあの辺だね。よし、依頼続行よ。
敵に気をつけてくれ。調子はどう？万全ではないけど、作戦には支障をきたさない。さすがプロ。逃げようったって無駄よ。ラジャ了解。実行。スターライトパワー。このならまだあるぜ。光栄に思いなさい。ターゲットロックオン。なるほど。連絡が途絶えたのは店長の設備が謎のハッカーに乗っ取られたのが原因だったんだな。ニコが依頼料をケチったことを怒ってたわけじゃないんだ。そんな血も涙もないプロ騎士じゃないよ。やっぱり私の目に狂いはなかったわね。それでプロ騎士の話を聞く限り、一番怪しいのはパスワードが保存されてたメモリディスクよね。そのハッカーはそれを返してあんたを見つけたのかしら。HDD の脆弱性診断をやったけど、確かにその可能性が一番大きいね。それじゃあ関ヶ組の連中も誰かに依頼されて金庫を奪ったってことになるわね。俺たちと一緒だな。プロ騎士先生の介入がなかったら、私たちが正体不明の黒幕と対峙することになっていたはず。やっぱ店長は頼りになるぜ。まるでスターライトナイトの相棒犬メテオマットみてえだな。ありがとう。ビリーにとっては最上級の褒め言葉なの。ふう、あの時は多額の報酬に目がくらんだけど、結局今回もろくな仕事じゃなかったわね。もう二度と情報屋の口車には乗らないんだから。帰ったらさっさとこの火の粉を振り払って、仲介業者に2倍の追加報酬を要求してやる。ニコ、フォローでの捜索を急ぐ必要がある。私たちの滞在時間がエーテル適応体質の限界に迫ってる。
侵食の影響で戦闘力が下がったりしたら金庫の捜索中に起こりうるアクシデントに対応できなくなると思う。アクシデント？侵食で生かしちまった関ヶ組のおっさん、つまりあの上級エーテリアスのことか。そう、おそらくデュラハンは今もフォローの中で私たちを探している。アンビーの言う通りよ。あの化け物より先に金庫を回収しなくちゃ。急いでターゲットを追うわよ。プロキシ、引き続きガイドをお願い。前方にフォローの叫びを検出。まもなく仮想エリアに転送されると推測。墜落にご注意ください。叫びはフォロー内部の空間乱脈現象によるものです。フォローでは常に新しいエリアが際限なく生成されており、ひとたび油断すれば道を見失います。データの特徴を解析した結果、前方の叫びは下方向に生成されたエリアに通じているようです。叫びに足を踏み入れると墜落します。あらかじめ準備を整えてください。ちょっとしんどいかもしれないよ。大丈夫、私たちは熟練のホローレイダーだから。何回やっても慣れねえんだこれが。必要のない時はなるべく裂け目を回避するけど、今回は必要な時だからね。お、ってことは金庫はここにあんのか。落ち着いて周りをよく観察してみて。進むルートをしっかり考えないと。あんたのがプロなんだから言う通りにするわ。
見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。勝利を喜ぶのはまだ早いよ、ニコ。僕たちにはまだ厄介な問題が一つ残ってる。脱出経路を計画するためのデータが削除されて、本来のルートが使えなくなった。ここから出られない？あんなに苦労してやっと元に戻ったと思ったら、まさかこれで終わりだなんて。くそ、モニカ様とデートしたこともねえってのに悔しいぜ。けどなかなか悪くない人生だった。落ち着いて他の手がないか考えてみる。最後の言葉を残すのはまだ早いよ。僕に一つ考えがあるんだ。それにはニコの同意が必要なんだけど。同意する。まずは話を聞いて。僕のシステムに侵入したハッカーいわく、金庫にはあのロゼッタデータに匹敵するものが入っていて、それがあればフォローを自由に出入りできるそうだ。その話が本当なら、それを使ってフォローから脱出できるはず。君がこれを開けることに同意してくれれば。同意する。さっきから言ってるじゃん。依頼人からの任務なんだろ。少しくらい躊躇しないの。生きるか死ぬかの瀬戸際なのよ。第一、私がここから出られなかったら誰が金庫を渡すっていうの。開けちゃっていいわ。暗証番号は知ってるのよね。うん。でも先に言っておくけど、これは賭けだ。強制的にデータを読み取った結果どうなるかは分からない。待って、質問があるんだけど。あなたの本体はホローの外でしょう。
そのまま立ち去ることもできたのに、どうして危険を冒してまで私たちを助けに来たの？他に何か企みでも？アンビー、何を言っているんだい？僕は君たちのプロ騎士だ。連れて行くって約束した以上、絶対に連れ出してみせる。もちろん代替案は用意してある。もしこっちが失敗したら、 HDT システムがインターネットに救援依頼を出してくれることになってるんだ。その時は安心して。ここを脱出できたら何があっても店まで助けに行くから。依頼料もそれくらいあっさり支払ってくれればいいのに。お願い、目を覚まして。利用規約及び条件、他人への受験を禁止。異常または他のいかなる形での譲渡も禁止。店長、やったぞ。俺たち出てきたんだ。あなた様はご自分と該当存在の共同利益を保護するために、必要に際して十分な受験を行うことに同意する。音符が痙攣してる。店に戻って本体を確認した方がいい。うるさいな。何の音だ？上記の利用規約に同意しますか？同意する。受験規約へのサイン完了。これよりあなた様のサポートを開始いたします。共に新エリートを。これは驚いた。鍵のうち一本がどうやらすでに有効化されたようだ。本当？どの鍵？ゴースト？ジュニ？それとも妖怪？そのどれでもね、フェラリーさ。あらあら、それは面白くなりそうね。大丈夫。お兄ちゃんは今うちの中にいるんだよ。あのデータチップは、ニコたちは、それと僕は一体どうやって帰ってきたんだ？はいはい、落ち着いて。回復したばかりなんだからあんまり興奮しないように。ちゃんと状況を説明するから、まずはデータチップを読み取った後、お兄ちゃんの身に何が起きたのか教えてくれる？
だか夢みたいな話に聞こえるけど、とにかく何があったのかは大体把握できたよ。それじゃあ次は私が話す番だね。お兄ちゃんがデータチップを読み取った後、私たちのポンプが暴走したの。それから何らかのオーバーロード状態に入ったらしくて、ライブハウス404のミラーボールみたいにピカピカ光り始めたんだ。脱出計画は失敗したと思ってたんだけど、ボンプが急にまた動き出してニコたちを出口まで誘導してくれたの。お兄ちゃんはその途中で気を失っちゃって、痙攣しながらずっと上言を言ってたんだよ。リン、こっそり録画してくれてないよね。そこ？こんなにピンピンしてるんだったら遠慮せず録画しとくべきだったな。まあいいや、続きだけど、とにかくそれで私が慌ててたところにニコたちが知り合いの闇医者を連れてきてくれて、なんとかお兄ちゃんを HDD から引っ張り出したの。今ニコたちがこの件を調査しに行ってくれてる。いい知らせは借金を返済するっていう約束を守ってもらえたことかな。ほとんどは医療費とボンプの修理代に消えたけどね。でも本当の悪い知らせはこれじゃないの。心の準備ができたらパソコンを見てみて。
わ、びっくりしないでね。うん、フェアリーいる？呼んできたよ。これは一体。続いてのニュースです。なんでこれは？なの？システムを起動。3型操縦式修正汎用人工知能、フェアリーです。こんにちは、マスター。びっくりしたよね。お兄ちゃんが気を失った後、 HDD が再起動したの。そして彼女が現れた。この声聞いたことがある。間違いない。僕が気を失っている間、脳内に語りかけてきた人物だ。皇帝、私は3型操縦式修正汎用人工知能、フェアリーとお呼びください。マスターがサインした利用規約にのっとり、あらゆる面でマスターをサポートし、あなた様がご自分の作業を完了できるよう協力いたします。その時が来るまで。待って、規約って何？それにその時って。利用規約にのっとり、私はその質問に答える権限を有しておりません。回答は適切な時期に適切な場所でお知らせいたします。手ごわそうな女の子だけど、固く閉ざされた心の扉ほど攻略しがいがあるってもんだよね。リン、なんだか楽しんでない？マスターのデータが第三者によって削除および伝送された直近の形跡を検知いたしました。これによりマスターの違法フォロー事務調査員、通称プロ棋士としての個人事業が損害を受けております。私はこの損害を補填し、マスターのプロ棋士事業を再建することができます。待って、削除したデータを復元できるってこと？規定、削除命令は撤回できません。しかしデータベースを再構築することができます。私は全都市 80% 以上の知能設備に対し無制限のアクセス権限を有しています。私の協力があれば累積式でフォローデータを獲得する必要がなくなり、毎回リアルタイムでフォロー脱出ルートを分析することが可能になります。そんなのできるわけないでしょ。否定、これは私のコア機能です。証明のためにフォロー調査活動を補佐いたします。すでにフォロー調査事務の個人情報統合センター、通称インターネットの匿名フォーラムよりマスターの現状にふさわしい依頼を選別しました。どうぞスケジュールやご希望に合わせて実行時間をお選びください。これからよろしくお願いいたします、マスター。
減した。エーテル活性も上がってる。まだ攻める。いや、今の火力じゃ無理だな。